はい、サヌキア緑兵衛です。遠くの山には山桜が見えます。ここにも少し見えてますけど、今日は、日本で唯一無二のですね、盆栽神社へやってきました。ここ文字町にあります蘭松春松園さんの前を通って、清寿園さんの前を通って、5分もすれば、5分もかかんないね、2分ぐらいか、盆栽神社があります。ここにね、いっぱい説明書いてます。これ読むだけで5分かかっちゃうかな。5分で収めたいな。九の地神と茅の姫の神をお祭りしてあります。この神様は天津神イザナギの御子とイザナミの御子の恩師として生まれ、お生まれになりました。九の地、九の近見は樹木のことを司る男の神さんですね。草の姫神は、神は草のひ、あ、茅の姫の神は草花のことを司る女の神様です。庭木や盆栽を目で育てたり、野花や生花を、目で育てたりすることは神様の御心にかなうことであり、私たちに幸福を招きます。ちょっと角度悪い、ごめんなさい。今ここに、この土地に二神をお祭りし、義芸の神として崇め、先祖から継承してきた盆栽の道に精進し、この郷土に盛んの幸福が訪れることを、記念し、鎮座をお願いしましたということですから、当然地元の国分寺のですね、生産者の方ですねが、お祭りした神社ということです。ちょっと急な階段をですね急な階段を降りて行きます。はい、ですね、桜、山桜ですかな。これはでもちょっと違う。え、どうなってんのこれ、枝代わりですね。枝が、あ、違うわ、日本か。え、ギャギャ、こう来て、こう来て、あ、枝代わりっていうか、ついでるんでしょうね。これ乙女桜ですよね、ここについでるの。でもあそこ、木をたどっていくと、一本の木で、あ、ごめんなさい、これは全部乙女や。これは乙女桜ですね。で、後ろに山桜がこっちで控えてるんか。これ説明してたら複雑なんで、やめときますね。何の説明をしてるのみたいな感じになってきてますから。神社行きます。参道ですね。はい。まあ、参道といってももうこれだけのことで。亀桜じゃないのかな。ちょっとこうね、赤い桜です。はい、はいはい、あ、書いてる、盆栽神社建造豊産会っていうのがあったんですね。さぬき国分寺農業協同組合、現在の JA 香川、国分寺支店ですかね、それの盆栽部会ということでね。はいはい、あ、こっちが正式な参道なんですね。こっちへ盆栽神社のあったが、名前が彫られてますね。ちょっとこれね、木があるんで、今下からの絵になりました。じゃあこっから入って、平成3年3月吉日ですね。まあでもざっと33年の5年39年ぐらい前ね。でこれがですね、有名な末澤喜一さん、ね、この人が錦松の、まあ、元祖というかね、継ぎ木、この人見つけたんかな、山鳥を。それをここで継ぎ木にしたんかな。ここ、これちょっと読むとまた時間かかっちゃうんかな。盆栽神社に関係はしてないけど、ちょっと読んでみましょうか。錦松元祖、末澤喜一氏は元治元年2月いつぐらいですかね、調べときましょう。父、清吉、母沢野
ことして、これなんていうものやったかな、2位ですね、2位坂川に生まれる、若くして漢字の道を極め、博学をもって知られ、特に園芸に趣味を持ち進んで盆栽作りに専念すると。たまたま山鳥で黒松に、ああ矢はず状の見事な川ですね、川床の原木を発見し、あ、そうなんだ、黒松のいわゆる、枝代わりじゃなくて特別編種ですね、それを見つけてきて、それを接ぎ木して増やしたんですね。はい、まあそこで、まあ国分寺が一気にこう、なんていうんですか、その盆栽の生産地として盛り上がったんですね。で盆栽地、まあ神さんのことなんで、もうあまり近寄って撮影しない方がいいですね。まあ一応あの蓋はされてますね、蓋はされてますが、もうちょっと寄ってみましょうか。まあ鳥はくぐらないようにしましょうね。はい、ということで、ここが盆栽神社です。書いてますよね、鳥にね。はい、で一応ね、ここの社紋、神紋っていうんですかね、三階松ですね、三階松の神紋がついてますね。うん、はい、私が作った T シャツはこの三階松を、参考にさせてもらってます。はい、また今年も春になったんで出しますね、 T シャツをねT シャツの宣伝しに来たわけじゃないですよ。というのが、はい、全国唯一無二の盆栽神社でした。振り返ってみましょうか全然振り返れてないよね、難しいね、ジンバルの操作ってね。はい、ということです。